はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に、ボスカフェ、au レイトっていうんですかね。ごめんなさい、ちょっと読み方が全然わからないんですが、まあこのデザインのイラストのコーヒーを生卵10個に混ぜて飲んでみました。で、まあコーヒーの味とか香りって、まあ2の人、上級者の方であれば、まあ違いがわかるのかもしれませんが、まあ、僕のような貧乏舌からしたらですね、まあコーヒーは、まあどこで飲んでもどのコーヒーも大して変わらないんですね。ドトールだろうが、まあマックのコーヒーは美味しいらしいですけど、まあ美味しい気がしますけど、ルノワールだろうが、このコーヒーだろうが、どのコーヒーも同じような味に気がしたりしますし、まあ匂いも正直、まあ全部いい香りで、そんなに違いがあるとは正直思っておりません。で、でも視聴者の方はですね、生卵とコーヒーっていうのは相性が悪いのではないかと思われる方が多いんですけれども、実は結構相性いいんですよ。で、まあこれはですね、ブラックコーヒーではないので、まあかなり、まあかなりと言いますか、多少甘さがあります、あるので、生卵、まあやっぱ甘いジュースじゃないですか、甘い飲み物っていうのは生卵10個と相性がいいですし、甘くなくてもブラックコーヒーであったとしてもですね、その苦味が、コーヒーの苦味がですね、まあ渋みと言ってもいいかもしれませんが、生卵の生臭さを、結構消してくれるんですよね、食感的に。生卵感が消えるわけですよ。このブラックコーヒーの渋みや苦味によって。で、かつ香りはですね、この、ブラックコーヒーだろうが、ブラックコーヒーじゃなかろうが、まあコーヒー独特の香りがありますので、生卵の、の独特のその、まあ、変な香りと言ったら言い過ぎですけど、まあ、コーヒーの香りがあることで、生卵を飲んでることを忘れさせてくれると言いますかね。なので、まあ、いずれにしてもですね、まあ、コーヒーと生卵10個っていうのは実はすごい相性がいいということを、申し上げておきたいと思います。はい。ということで、まあ、皆さん、生卵を飲む機会があれば、もうちょっとコーヒーを、騙されたと思って、コーヒーを混ぜて飲んでみてください。はい。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。